あ、どうもどうも皆さんこんばんはマキーでございますふぅあの何、ー、て言ったらいいのかな <laughs> なんかすごい仮面ライダーもいいんだけどさ仮面ライダー以外のやつもねなんか考えようとしてるのでもなんかね出てこん仮面ライダーのやつ基本的になんかリズム感が元からいいから なんか他のが出てこないんだよねなんかあるかななんかないかなって思ってるんだよねなんかそういうこと言ったらひろゆきさんとかさそういうのやってもいいのかなと思ってるしねえ何がいいんだろうねってちょっと迷ってたりますどうもおりがとございます改めましてよろしくお願いしますはい <laughs> そんなに言うことはない、まあ、ただただ言えるのはなんかいきなり思いついたこれねこれマジでわかんないわかんないけどなんかいきなり なんか、それ出てきて、ああ、そういえばやってたなーって思い出に浸ったって話と、で、これが出た。今日、えっ、ー、と、今日の無料で出ましたってやつね。でも結局ね、あの、もうね、無料の期間と、あと、多分僕が何回か貯めたらもう単、多分天井行くから、それ考えたらもう、もう実質もう天井でゲートしたようなもんだから、うんで。こっちもね、今ね、石、まあ、そこまで溜まってはっゃないけど、 まあ前回のね、えっ、ー、と、周年の時にコラボしたんで、えっと、コラボじゃないわ <laughs>。えっと、コンプリートしたんで、もうね、あの、こっちにすぐ専念できるかなとは思います。セルピナ欲しいよね、やっぱね。セルピナと、あと月見が欲しいなーって思います。はい。で、これも出たと。いや、いいね。すごい可愛い。あ特に真ん中が一番可愛いね、これね。で、オニリーコワンはね。はい。じ <laughs> ゃもう何にもないよ だからなんかね、仮面ライダーとか特撮系のね、やつもいいんだけど、まあちょっと他のやつもね、考えられたら考えたいなっていう、そういう手です。はい。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録やコメントよろしくお願いします。まあ多分見てくれてる人は大体してくれてるかなとわかんないけど、まあはい。ありがとうございました。それじゃあ、えー、明日も良い一日を送ってください。おやすみなさい。